2000s microprocessor. KITT for easy reference. A kit if you prefer. ここにこのパーツを入れるんですけれども、とても作りにくそうなので両面テープで後ろ側貼ってしまいましょう。薄い両面テープがいいと思います。穴を開けて一瞬止めてしまうので。こうするとあかんだって。こうするとおそらく止めやすいはず。部品はちゃんと保存しておくケースを用意しましたっつって、磁石なのでしまいます。はい、これで固定されました。はい、あまり大キャップを直接手で触るの好きじゃないので、いつも手袋するんです。ちょっと手袋してると滑ってしまうと思うので。はい、でこれで左側ついたので、次にライトの部品なんですけれども、今回は多分シーズン1だから、シーズン1、2って3連フォグが多いんですよね。レンズを置くときに、この端っこが飛び出さないようにしておきましょう。これだと穴はあってんですけど飛び出しますよね。これ逆でこういう風に、これだとちゃんと入ります。でこの位置でビスを2箇所止めていきます。で右上と左下、こちらも同じようにやって、これで3つできました。では仮置きに行きます。上が細い方ですね。ピンセットで置いた方が多分置きやすいと思います。はい、で次に2番目の最後、はい、ですね。でこれで1回仮
仮止めをしましょう。そうすると後ろからビスを止めるときにも楽だと思います。ではどうでしょう、こんな感じに見えます。はい、それでは後ろ側止めていきましょう。しっかり置いてあればビスは止まりやすいと思う。ビス穴は分かりやすいんですけど、よいしょ、ネジがみんなくっついてくる。目をしたらマスキングを外す予定です。ちょっと閉まったので、マスキングを外して、あとはしっかり止めます。ちょっとグラグラしているところから押さえて、これで止まったので正面から見てみたいと思います。こんな感じです。ここもきっと光るんでしょうね。穴開いてるのでバルブの穴でしょうか。はい、ようやくこれでフォグランプ左側が入りました。次はスキャナーナイトライダーっていうふうに言う人もいるんですけども、ヒュン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 っていうの、私たちはスキャナーって呼んでます。でここにもなんかでもスキャナーレンズって書いてありますね。これ8個穴があって、当時バルブなんですよ。それもハロゲンの8個のヘッドランプが一斉につくっていうことで、雨の日なんかはバッテリー上がりそうってよく話がありました。これはここですね。ここに入ります。止めるのはそんなに苦ではないんですけど、ビスの番号を忘れた。ビスの前にスキャナーのハウジング、これがハウジングです。
ハウジングと合わせて合わせるとこんな感じですね。8個で、今では LED のスキャナーも LED にしてる人もいますし、ドイツでは LED のスキャナーとかも売ってたりするんですけど、アメリカのはハロゲンです。で GM っていうネジで一緒に止める、ここの穴からこっちの穴まで貫通させるようです。GM というスキャナーも、私あの部品についてはいろんな人がお世話して、すごいお世話になりっぱなしで声をかけてもらったりしてたんですよ。でスキャナーについてはなんか私がナイトライダーを作るっていうことでSNS で声をかけていただいて、その方から譲ってもらうことができました。これってとか自作するって言ってもこれ金型もいりますし大変なので、なんか手に入んないかななんて、輸入かなとかいろいろ思ってたんですけど、声をかけてもらって手に入って、さらにそれを LED にしてくんないかなっていう無茶ぶりをしたら、 LED にすると残光がないんだよねって、当時の技術ではなかなか残光回路というのが作りにくくて、それを一生懸命勉強して作ってもらったんで、今ついてるのはその当時のものの次の世代のものがうちのはついてます。だからスキャナーだけ 2,3 本買ったんじゃないかしら。よいしょ。でハウジングができました。締め付けたんですけど、なんとなくグラグラするのは後ろがついて初めて固定されるのかもしれない。ちょっと気にしないようにしておきます。でこんな感じですね。丸い穴ですけど、部品として来てるのは箱なんですよ実は。それはまた別に写真があるので後ほどご覧に入れます。今日は、室内ですが、このフォークランプとノーズ、それからスキャナーのハウジングまでですね。で本日はレアオスティーニナイトライダー2号を作りました。ノーズにフォークランプ3つつけて、それからスキャナーがつきました。スキャナーの、ハウジングですね。レンズとハウジングで同じタイプのシーズン1と2のミニカーがこちらにございます。これもスキャナーがつくんですけれども、こんな風に流れていくので、このナイトライダーも完成するとどんな風に光るのか今からワクワクします。でこのナイトライダーのミニカーを出してきた理由っていうのはもう一つありまして、このノーズの先見てください。実はスリットが入ってるんですね。劇注射、なので、ごめんなさい噛みました。ドラマの中でシーズン1、2の、時に時たま現れるスリット付きのノーズがあります。 DVD を持ってお持ちの方はコマ送りしながら探してみてください。そういった楽しみも、どうもナイトライダー見てると私もコマ送りしたくなるんですよね。ここどうなってるんだろうとか、そんな楽しみもあります。それでは、
ちょっと置いて、もう一回光らせましょう。はい、こんな感じです。じゃあ今日、今週はここまで。3号は実は来てるんですけれども、まだ私は箱の中を見てないので、一体何が出てくるのか楽しみです。毎回ちょっとずつ作っていくのいいですね。今回ボンネットとノーズ。はい、それではまたよろしくお願いします。今日はありがとうございました。